はい、では本編クリア後に遊べるこのザ・フォース・サバイバーの攻略をやっていきます。では行きましょう。で、このゲームはもう覚えゲーですね。とりあえず覚えてどこでどのアイテムを使うかっていう感じです。回収地点の掌握。なるほど。死神と呼ばれる回収地点の指示。はい、で最初ですね、ここの最初のゾンビ全部倒してもいいんですけど、とりあえず右端を通って抜けていくイメージで進んでください。こんな感じです。うまくいくとこうやって噛まれないんですけど、噛まれることもあります。噛まれてもね、気にせず進んでください。で、こいつは一発撃って登ると。まあ、最初のところは撃たずに抜けるっていうのをね、身につけてる方がいいです。この後これと全く同じステージを5回ほど遊ぶことになるんで、この抜け方を覚えておいてください。で、次ですね、この角度で入ります。こういう感じで進んでいく。まあ運悪いとこうやって噛まれるんですけど、気にせずに移動しましょう。多くても1回しか噛まれないです。で、次閃光手榴弾装備して、まずこのおばちゃんゾンビを倒す。で、この通路ね、ここ中間地点ぐらいまで進んでから閃光手榴弾、これで OK です。今回犬に2回噛まれましたけど、運が良かったら1回も噛まれずに突破できます。まあ、ここカチャができた方が有利なんですけど、とりあえずカチャ使わずいきますね。はい、でここですね、ここもカチャが使えないので突っ込んでいくしかないです。今は運よく抜けれましたけど、ここで一発またわざと食らって救急スプレーを消費すると思っててください。食らった手で進みます。で、次ライトニングホークを装備します。で、 G の生体が2体いますね。ここはとりあえず近づいていって、絶対こうやってね、妖体破棄をしてくるんですよ。で、左側から1匹走ってくるんで、撃ってひるませる。その間にこの横を抜けていくって感じです。これはかなり安定しやすいんで、頑張って覚えてください。はい、で、まあ右端通って進んでいく。で、この辺からちょっと膨らみつつ、で、こいつはね、スルーできます。こんな感じで。では次のエリア。で、次のエリアはゾンビめっちゃたくさんいるんで、閃光手榴弾で抜けたいところですね。まあ、ダメージ受けながら進んでもいいんですけど、入ってこの辺からこう投げる。これで OK です。まあ、起き上がるのが遅くてダメージ通らない子がいるんで、ああやってインコーナーで進んでください。で、ここはマグナム装備で、前にね、リッカーいるんで、エイムしながら進みます。外したけど、こうやってね、とりあえず当てたらひるむんで、3発で倒します。ここはもうスルーするだけですね。ゾンビに引っかからないよう気をつけつつ進んでいってください。ここもサクッと抜きましょう。で、次の場所もちょっと覚えてほしいんですけど、できるだけ内側を回るとノーダメージで進めます。こんな感じ。入った、犬に噛まれちゃった。この抜け方覚えておいてください。でね、次も閃光手榴弾使います。装備しておきます。まず1体目は倒す。んでから、この辺で投げる。これで OK です。で、次、走って、まずこのゾンビをする。で、この辺からね、リッカー撃ちます。OK です。で、次、タイラントが出現するんですけど、まあ、掴まれても別に、そんなにダメージ入んないんで、気にせず突っ込んでください。
まあ、行き方としてはこの壁側、壁沿いにまず進んでいって、この辺でこうね、ちょっと気持ち膨らみつつというか、左側の壁に体をこすりつけつつ進むとノーダメでいける確率がかなり高いです。ここはショットガンでひるませて部屋に入る、足を打ちましょう。ここもね、2体いるんでひるませて進んでいく、足もしくは頭ですね。じゃあショットガンの弾作ります。でね、ちょっとタイラントをね、待ってあげてほしいです。来たかな。よし、ここは最初はとりあえず普通にスルーですね。ここもスルーで、最後のゾンビ足か頭を打って次のエリアへ行きます。タイラントさんとね、一緒に行きます。こいつはひるませるか倒すかして進むと。でね、ここリッカーいるんで歩いて移動します。とりあえずタイラントと一緒、走らない。タイラントがこっちに来てくれた方が後がね楽です。来てくれてますね。じゃあ走ります。ここのゾンビはショットガンで、まあ足打つんが楽かな。こんな感じで OK です。まあここタイラントと一緒に来んかったら、さっきの場所にタイラントが来ちゃうんで、前から来ちゃうんで、あんな感じで一緒に移動します。ここはもうめんどくさいので手榴弾 OK。 次ゾンビ2体いきます。登場後頭を打って入る。こいつもね、落ち上がってからじゃないとひるまないんで、ちょ、落ち上がるの待ってから打ってもらったらと思います。ここはもう走って通ります。まあ、僕結構ショットガン外しちゃってますけど、それでも割と余裕はあります。ここは走るだけで、この後ゾンビがいっぱい出てくるんで、蹴散らしましょうか。痛い痛い痛い、噛まれてしまった。ショットガンなくなっちゃいましたね。で、こっからは歩いてください。まあヘマしまくってますけど、これぐらいの方が参考になるかもですね。ちょっと回復しますね。ほんまはね、ここ歩いて抜けてほしいんですよ。僕がちょっとゾンビに噛まれすぎたから歩く余裕がなかったんですけど、歩いて抜けるとリッカー普通にスルーできます。ここは入ってこうやってね、ちょっと大回りに回って階段を降りる。で、この後柱に取ってください。ここからね、歩きます。歩いて入ると OK。もうすぐクリアですね。さあ、手榴弾2つ残ってるんで、こいつを使います。まず最初、ここはこうやって突っ込んでもらって、この辺からね、手榴弾を投げる。もう一発いきましょうか。とりあえずね、起き上がるの遅いゾンビがすごく邪魔なんですよね。マグナムでひるませると。ナイフでカウンターしましょうか。まあ、あとここ抜けるだけなんで、普通に走ってってください。まあ、回復薬余りましたし、防御アップのアイテムも余りました。こんな感じで、ぜひ進めてみてください。ということで、ゲームクリアです。血まみれですね。
で、このハンクモードをクリアすると、また新たなモードが追加されます。はい、ということで、豆腐サバイバーというモードが増えました。で、この豆腐サバイバー以降は、まあ、豆腐サバイバー5種類あるんですけど、クリアしたところでトロフィーはもらえないんですよ。で、豆腐の武器はこんな感じですね。とりあえずハーブこんな感じで2つ作っておきましょう。では行きます。まあ、これもね、決まった場所でカウンターするだけです。まず最初はさっきと一緒で右側走り抜けていく。まあ、運が悪いと噛まれます。まあ、こいつ突っ込んでってカウンターした方が無難ですね。で、上がると、こうしないとかかとを噛まれることがあります。こいつにかかとがあるんかはちょっと分かんないですけど、で、ここの抜け方もさっきと一緒ですね。はい、降りますと。では次のエリア、ここが結構運絡むところ。ここはまずナイフカウンターでワンちゃんをできれば避けていきたいところ。あ、今回運良かったですね。あんまり噛まれず OK です。まあ、ここもね、ナイフ一瞬構えたりしたら早く進めるんですけど、とりあえずそういうテクニックは使わずに進んでいきますね。で、ここ正面からあの3体目のゾンビ、こいつ目指して突っ込んでいきましょうか。で、走り抜ける。で、次の G2、よく見ててください。難しいように見えて結構簡単な抜け方なんで、真似してもらえたらと思います。ここはもう普通に右側走っていってください。この G の後ろを抜けるような感じで、捕まったらカウンター。で、このままね、こう壁沿いに進んでいくってな感じです。まあ、運悪いとそこでナイフ2本消耗するかもですね。で、ここも先ほどと一緒、ハンクの時と一緒でこうやって普通に抜けていく。はい、噛まれましたね。まあ、運が悪いとこんなこともあるんで、ナイフカウンターが無難かも。よし、では上へ。次のエリア、ゾンビめちゃめちゃ多いんですよ。とにかく奥を目指して走っていきます。ダッシュで、このゾンビね、横から掴まれた場合カウンターできる隙が一瞬しかないんで、まあ、ここはもう L1 ボタン連打しながら進んでください。これで OK です。次リッカーが来ます。このまま走っていくと引っかき攻撃されるんで、ちょっとこの辺から歩いてもらって、で、リッカーが構えたら走り抜ける。で、しばき回すと。あ、この攻撃されたら普通にカウンターですね。もうどつき回してください、こいつを。OK です。倒せばね、ナイフ返ってきます。で、ナイフを武器として使うことってここ以外ないんで、回収できればそれで OK。ここはもう抜けるだけです。とにかく走り抜けていきましょう。いや、ハンクの時と同じで、
コーナーで差をつけないといけないとこですね。内側を回ってゾンビをすべて回避します。犬は運です。 OK。 で次のゾンビゾーンですね、こっちから行きます。まず1匹目にナイフで奥まで走っていく。後ろから噛まれるとこうなっちゃうんで、できれば前から掴まれたいですね。よし、回復しますね。ここのリッカーは確定で飛びついてくるんで、ナイフカウンターを。んで走り抜ける。もうすぐ走ってください。ナイフあと8本か。次ここはまた一緒、右端を通っていってそのまま壁に当たりに行く感じでこうやって抜けていくと。ここのゾンビがね、運なんですよ。運が悪いとここでナイフを1本消耗することになります。ここはもう突っ込んでいくと。おっと、ここ2本消耗パターンでしたね。ここもね、ちょっと運ですね。ここはこのゾンビで使うことになります。噛まれてもた。ここもね、正面から突っ込んでください。抜けれましたけど、さっきのやつにナイフ使います。よし、ここでちょっとタイラント待ってから歩いて進みましょう。来ましたね。ね、この辺から走ってもらったら OK です。スッと抜けれる時は抜けていって、こいつにナイフ。あと5本か。ここはイビーに向かって突っ込むだけです。はい、カウンター後迷子にならないように注意ですね。ここちょっと難しいんですけど、扉前でちょっと待機して、開いた瞬間こうやって入るな感じです。ここも走り抜けるだけですね。で次も扉開いた瞬間に突っ込んでもらいます。でここでね、防御バフ使いましょう。開いた瞬間にこう突っ込んでいってカウンター。とにかく突っ込む。でここね、リッカーは左端を通っていれば大体避けれることの方が多いです。今食らいましたけど、ここのゾンビがね、カウンターができないんですよ、階段では。なので振って、ひるませれそうやったらひるませてください。またね、こう大回りで抜けていく。ここはもう歩くだけです。オッケー。さあラストスパート。最後がちょっと地獄絵図になりやすいですね。こんな感じでコーナーを突っ込んでいく。でこのエリアをできればナイフ2本ぐらいで通過したいですね。で最終エリア、ここまた階段で噛まれることになるんで、あーできんかったな。まあナイフ振ってひるめばいいなぐらいの感じで突っ込んでいってください。とにかく前へ前進で、この辺でカウンターですね。タンクトップのゾンビにカウンターして、あとは抜けるだけかな。
はい、ということで豆腐モードも完了です。まあ、ちょっとこれ見てても難しいって思った方多いかと思うんですけど、まあ、このモードは本当やり込んでる方向けのモードになるんで普通に難しいです。で、キャラが増えました。まあ、おすすめはこんにゃくですね。で、この辺からキャラによっては無双プレイができます。で、こんにゃくさんは回復アイテム少ないんですけど、こういう風にね、火器がすごいあるんですよ。で、最初はいつも通り右端抜けてもらっていいんですけど、まあ、事故って噛まれてしまうとちょっと痛いので火炎放射で燃やします。この燃料絶対余るんで、もうここで使いましょう。はい、燃やし切りました。じゃあ火を避けつつ進んでいくと。で、ここ焼夷弾撃ったら一発でひるむんですけど、あえてね、火炎放射器で。焼夷弾の節約って感じですね。で、ここはいつものあの走り抜けるとこですけど、もし不安な方は、もう扉から犬を焼いてもらったらいいかなと思います。ここからね、この扉の外に犬は来れないんで、ここから時間かかるんですけど、犬をこうやって燃やして倒してもらったら。走り回ってますね。これで OK かな。あと1匹おるな。まあ安全第一で進んでもらったらいいです。はい、 OK ってな感じでいきましょう。なら確定ノーダメージですね。で、ここなんですけど、ここはまずここのワンちゃんじゃないや、女ゾンビに撃ち込んで火炎放射器で犬ごと燃やす。どんどん来ますんで、ここからまずあのゾンビ撃とうかな。焼夷弾の炎が結構犬に移るんで、あとは走ってくる犬に向かって火炎放射器。だいぶワンちゃん減りましたね。これで安全に進めます。ここはね、ちょっとダメージ覚悟しないといけないとこですね。遠回りしてからの右端を通っていく。で、ここはもう突っ込んでいきましょう。この感じで抜けれたらいいんですけど、食らってしまったらグリーンハーブを使います。食らった手でいきますね。まあ、手榴弾でのカウンターは、先のところでは使ってほしくないです。はい、で次ですね、前進してこの妖体破棄モーションが見えたら燃やして、その場で棒立ちリロード。でからまたね、走ってくるあいつに向かって焼夷弾を当てる。そうすると2体目に当てた焼夷弾の炎が1体目に燃え移って、またもう一度ひるんでくれます。ここまたちょっとね、注意ですね、ゾンビ。まあ、さっき噛まれたんで安全第一ということで、燃やしてひるませていきましょう。で、次がちょっとね、地味に難しいところなんで、安全第一でこの火炎放射器でバーベキューをしたいと思います。
まあ、そろそろ夏も近いですしね、この辺でバーベキューの旅行練習をしときましょう。こんな感じで、奥に向かって火炎放射器を連打しましょう。ドア越しにダメージを与えていく。多分みんな来てくれると思うんですよね、生き残ってる方々は。来ましたね。こうやってドアのところに来たら、ここから燃やす。ね、連射した方がダメージ入りやすいです。ドアが開く前に大体やれるはずですね。静かになったなと思ったら行きましょう。はい、こんがり焼きました。で、次またリッカーちゃんです。リッカーなんですけど、まあ、この辺からちょっとエイムをしながら進んでいって、リッカーの姿見えたら直撃させなくてもいいんで、グレネード撃ちます。で、燃えてるリッカーに向かって火炎放射器を使ってとどめを刺す。こいつはね、燃えてる限り動けないんで。で、グレーは直撃させなくても炎が当たることでリッカーはひるんでくれます。なので狙って外すよりかは、リッカーが来る前に通路を燃やしてダメージを与えた方が確実ですね。で、まあ次もコーナー攻めたら安全に抜けられるとこなんですけど、まあもう不安な方はここから燃やしてもらったらいいです。燃料どうせ余るんで、もうガンガン使いましょう。はい、一通りダウン取ったらこのまま抜けていきます。で、次また焼夷弾を準備で、上がったらすぐもうここで撃ちます。で、リロードしながら進んでもらって、ここで撃つ。あ、外しました。まあ、ここは手榴弾使っちゃいます、カウンターで。で、次はここはとりあえず抜ける。で、こいつに焼夷弾、これで OK です。で、次タイラントなんですけど、まあいつもの抜け方ですね。はい、壁右側沿いね、こう進んでって、壁に当たったら左に曲がる。おっと、今回は投げられちゃいましたけど、まあ、失敗してこうやって投げられた場合も普通にこうやって横抜けてもらったらいいです。ここのゾンビは焼夷弾でひるませて中に入場。一発撃ってリロードして進んでいくと。噛まれたらここもね、手榴弾使っちゃってください。で、ここはまたいつも通り焼夷弾でひるませて中に入る。しっかりね、リロードしてから入りましょうか。で、また撃つと。で、ここは歩きます。タイラントさん来てくれるかな。来てますね。タイラントとしっかり一緒に行きましょう。来ましたね。で、まあこの柱ぐらいから走ってもらったら OK です。で、次手榴弾使います。手榴弾を、まあ、気持ち遠めに。OK。最後の一体焼夷弾で燃やして進むと。はい、では、イビーさん。火炎放射器で焼きながら進みます。OK です。次、扉を開けて登場するゾンビですね。先ほどのドアが開いた瞬間横抜けるっていうのを使いたいところ。こんな感じで。
で手榴弾残り3つですね。この扉の先のゾンビまみれのところで一つ使いたいところ、この辺から構えて開いた瞬間に投げ込む。これで OK。 あとはね、歩いて進みましょう。まあ、ここ歩かなくても別に焼夷弾撃ったら済む話なんですけど。はい、では上のフロアへ。こいつは焼夷弾でひるませて抜けていく。でこのジーンもね、入ってすぐ焼夷弾撃ってひるんでる間に抜けていきましょう。で歩きます。さあラストスパートです。最後がやっぱり大変ですね。で G さんなんですけど、もうこの辺から一発ぶち込んでまずひるませておく。手榴弾使っちゃいます。本当は手榴弾投げたかったんですけど、ちょっと投げる余裕がなかったですね。ここで手榴弾を2個投げちゃってください。そしたらこうやって噛まれることなく進めるはずです。ちょっと大変なことになってる。回復と、手榴弾先に投げちゃわないと今みたいに地獄絵図になります。とりあえず1体目焼夷弾でひるませて突っ込んでいきましょう。さああとは走り抜けるだけです。ということでこんにゃく編もクリアですね。いけました。これを参考にちょっとまたやってみてください。はい、という感じで進んでいくとどんどんキャラクターが増えていきます。ではプリン行きましょうか。でプリンさんはスパークショットが200発もあるんで、もう時間をかけたら絶対にクリアできます。安全第一で絶対クリアしたいっていう方はここでね、スパショでゾンビを処理していく。とりあえず2発、2体ダウン取って最後の1発はこう当てるだけ当ててスルーみたいなね。スパショはこれが優秀です。こいつも当てて抜けるって感じですね。でプリンさんは回復アイテムがないんで、できれば安全第一で敵を倒しつつ進んでいきたいところ。でここのワンちゃんもちょっと事故るともったいないので、こうドア開けてガトリングで処理する。とりあえず犬3匹さえ倒せばそれで OK。OK です。で、進みます。はい、次、ゾンビいっぱいおるエリアですね。まず、ここから、おばちゃんゾンビをスパショで倒す。で、ガトリングで犬を倒します。どんどん走ってくるんで。落ち着いて当ててくださいね。
もう一匹どっか行っちゃったな。じゃあこのまま進みましょう。右端通って3匹目のゾンビ目指して進んでいく感じ。まあ、ここで一発噛まれるかなってとこですね。次 G の生態です。 G の生態もまあスパショでひるませてる間に抜けることが可能なんですけど、まあ、安定を取るためにですね、この妖体8モーション見えたらそこからスパショを打つ。こんな感じではめてもらったら、これ以上前進するともう一匹いっちゃうんで、この位置から倒しきりましょう。はい、 OK です。で、2匹目はとりあえず一発当てたら OK。 当てたらこうやって湧き上がるんで、んでからスルーすると、2匹目当てるん意外と難しいです。ここゾンビ注意ですね。うん、大丈夫そう。まあ、スパショ当てて突破しましょうか。で、このエリアは先行手榴弾推奨です。入ったらもうすぐ投げて、こうやって左側を抜けていく。次リッカーです。リッカースパショでもガトリングでも好きな方で、ガトリングが簡単かな。あとは走り抜けるだけ。で、この後ですね、コーナーを走るだけで全然大丈夫なとこなんですけど、まあ、あえてガトリングで処理をしていきましょう。回復薬ないんで、食らいたくないですしね。この位置から犬を撃ってもらって。犬に引きさえ撃てば、まあ、あとは安心して処理できるかな。このね、おばちゃんに注意ですね。で、この端っこのこいつにも気をつけてください。さあ、ここは、1体目スパショ打つ。またここで2体目スパショ打つって感じで、あ、挟まってしまった。この端っこを通っていってくれたら、安全にいけるはず。まあ、先行手榴弾投げてもいいかもですね、今のところで。ここ走っていって、おばちゃん避けた後に、リッカーの頭にスパショ。まあ、体でいいんですけど。はい、次タイランときますけど、スパショ当てたらね、確定でひるみます。ボディでも OK。んで、ここもスパショを当てて、ひるんでる間に抜けていくと。で、ここ1体目はもうフルで当てちゃいます。で、2体目当てるだけ当てて、スルーする。いつも通りですね。で、この角から来るやつにスパショを当てる。で、こいつも当てて抜けると。ちょっとタイラント待ちたいですね。タイラントが来たら行きましょう。歩いていきます。
うん、来てくれましたね。じゃあ上に、でここはもうガトリング打ちながら抜けてもらったら、で次イビーですけど、イビーもガトリングで抜けます。スパショ2発あるんで、まあスパショでもいいんですけどね、どっちでも。スパショでこうやってフルスパークして、で2体目はこうやって当てるだけとかね、これでも OK です。ただ捕まれてしまうともう死ぬしかないんで、安全に来たい方はガトリング打ってもらうのがいいかなと思います。でここも安全に行きたいんで、入場した人をスパショで倒す。で、2体目当てるだけ当てて、抜けていくって感じで。で、次のゾンビ大量エリアはもうロケランで突破してもらってもいいんですけど、ガトリングの弾が余ってるようやったらガトリングで行っちゃいましょう。タイランとまだまだ遠いですしね。はい、では扉を開けてもらいます。開いたらもうガトリングでガンガン撃ちましょう。で歩いて移動。はい、オッケー。でここはまたスパショを当てて走り抜けるだけで、次もそうですね、 G にスパショを当ててこうやって抜けてもらえたら。はい、ここは歩いて抜けます。まあ、最後はロケランで無双しましょう。ここですね、まずガッと進んでもらって、こいつはねスパショを当てて後ろ通ってからロティラン、これで大体やれます。でこの辺のやつもまたロティランで始末して、またロティランですね、あの辺目指してドーンと。まあ最後使って遊びましょうか。これで終了です。ということでプリン編もこれでクリアとなります。まあ、回復アイテムがないんで、いかにこうガトリングとかスパショで節約して進んでいくかって感じです。はい、で豆腐こんにゃくプリンが OK で、こっちのねウイロー杏仁豆腐、ここがちょっと癖強くて苦手な方は苦手かもしれないです。じゃ続けてやっていきましょう。でウイローは手榴弾が手持ちにマックス入ってます。その代わりに回復アイテムがないっていうキャラクターなんで、まあ被弾をいかに抑えて進めていくかっていうのが重要になります。で手榴弾は割と余裕があるんで、どんどん使っていきましょう。でこの最初のところ右側を走っていくライン取りでいけば抜けれるんですけど、まあ、事故率高いと思うんで、もう手榴弾使っちゃいましょうか。うまいこと投げたらね3体とも一発でやれます。でここはもうかかと噛まれるのをちょっと諦めてもらったら、ダメージそんなないんで。で次の部屋ですけど、ここのワンチャンゾーンもまあ安定して抜けやすいんですけど、事故防止のために構えながら扉を開けてからポイッと、これで OK です。最後のゾンビ気をつけてくださいね。で次のエリアがちょっとしんどいとこです。まず入場したら手榴弾構えて犬ごとゾンビを倒す。でまたねワンちゃん来るんで、
ワンちゃんが来たら投げる。ここで手榴弾3個ぐらい使ってもらって大丈夫。おお、噛まれてしまった。はい、次ですね。まあ、ここもコツを掴んでいれば抜けれるところではあるんですけど、まあ、こうやって3匹目に向かって突進してカウンターで手榴弾。まあここは案外楽です。カウンターで済むっていうのがやっぱ楽ですね。で、次ここも走るだけですね。右端を通っていって2体目のこいつに掴まれます。で、カウンターで手榴弾。この後迷子にならないようにしっかりとこっちにね、抜けていきましょう。で、この後のゾンビの配置が結構ランダムですね。さあ、今回はそこか。こういう場合はね、後ろ抜けれます。もし抜けれそうにないときは手榴弾投げてもらったら OK です。基本抜けれるはず。で、次ここも手榴弾2個ぐらい使います。構えながら入ってもらって、まず一発でね、奥にもう1匹いるんですよ。こいつにも使っちゃいましょう。まあ、使わなくてもうまいこと抜けれるんですけど、そんな節約せんでも大丈夫です。で、次リッカーですね。リッカーがこう走ってきたのが見えたら投げる。リッカーはね、2発いります。これで OK です。で、ここは走るだけ。で、次の部屋ですね。次の部屋も慣れていたらノーダメージで抜けれる部屋なんですけど、まあ念には念をということで手榴弾を構えながら入場して投げましょう。これで OK です。で、次のエリアでも手榴弾2つ使います。とりあえず1匹目に噛まれてカウンターですね。で、その後すぐさま投げてください。これで OK です。カウンター後すぐに投げるっていうのを覚えておいてください。で、ここもね、カウンターです。はい、これで OK です。次タイランドですね。で、タイランドは壁の右側走ってっていうので抜けれるんですけど、まあ、事故率高いのでこの辺からも投げちゃいましょうか。で、次のここのゾンビもちょっと厄介。今回はいけそうかな。ダメな位置にいた場合はもう手榴弾投げてください。で、ここも手榴弾です。ここね、扉開けたところにおるんで手榴弾ですね。で、普通やったらここのゾンビ動いてないんですけど、さっきの部屋でここの1個前の部屋ですね、手榴弾をあんまり奥に投げすぎるとここの通路のゾンビが先に起き上がっちゃうんですよ。だから扉を開けてすぐ手榴弾っていう風に覚えておいてください。まあ、ここも手榴弾ですね。で、ここ扉開けてすぐに手榴弾。はい、で、ここは歩きます。
今回ね、タイランと別に引き付けなくてもいいかなと思います。不安な方は引き付けてもらってもいいですけど、どうせ上の廊下で手榴弾2つ使うんで、タイラントはどっちでもいいです。はい、階段上り切ったら手榴弾。お、今回3体巻き込めましたね。3体やれんかったらここで手榴弾2つ消耗します。で、ここのイビーは普通に手榴弾1個使ってもらったら、はい、で次ですね、この構え取ってもらって扉が開いた瞬間に投げ込む、これで OK です。で、次のとこも同じ要領で行けたら手榴弾一つで済むんですけど、次の場所は扉が開いた時にその隙間に手榴弾を投げ込むっていうのがちょっと難しいんですよ。コツがいるんで、まあ、わざと掴まれてカウンターで手榴弾を使うのが安定するかもしれないです。この時に投げ込んだら済む話なんですけど、とりあえずカウンターからのもう一発投げ込む、これが安定ですね。で、この辺から歩いてもらったら、あ、ここまででね、結構残ってると思います。で、廊下の上のゾンビ、こいつに使うのもったいないですけど、まあ使うしかないですね。で、ここのじいさんも扉開けた瞬間投げてもらって、で降りると、もうここまで来たらクリアしたも同然です。で、ここまでにあれやったら2個使ってもらっていいですって言ったとこが3箇所ぐらいあると思うんですよ。その分を捨てたとしてもまだ6個余ってます。で、ここも簡単です。まずは G の生体、こいつの背中に向かって手榴弾で、またもう一発手榴弾、まあ、ここで3個ぐらい使ってもらっても大丈夫です。だいたい2個で抜けれます。で、次ここですね、手榴弾投げて奥のこのタンクトップの人目指して手榴弾投げて、まあこれで終わりです。さっき3つ捨てた分を入れても、あ、抜いても2つ余りました。はい、ということでウイロー編はこれでクリアとなります。はい、OK です。で、次最後杏仁豆腐ですね。杏仁豆腐は今までのキャラと比べてなおのことちょっと特殊なキャラになってます。まあ、この動画を参考にあと少し運が絡むと思ってもらったらなと思います。まず最初ですね、右端抜けでいいんですけど、弾が結構余るんでクイックドローで倒します。クイックドローはね、ゾンビの体こうやって貫通するんで、まあ、3体巻き込めたらラッキーって感じで撃ってください。2回ダウンを取ったらそいつは OK で、今ゾンビこう倒れましたね。ゾンビの倒れたところを避けながら進んでいきます。怖い人はね、倒しきるまで撃ってください。で、ナイフ使いたくないんで、カウンターからこれ、装備外しとってください。こいつは、適当に撃ってひるませて、その間に抜けていく。ハンドガン慣れてる方はハンドガンでひるませてもらったらいいですし、慣れてない方はもうこのクイックドロー、6発撃ち切り。
これ打てたら 4,5 発目でだいたいひるんでくれるんで、これでひるませてもらったらと思います。でこのワンちゃんのところは頑張って抜けてほしいですね。ここで防御ハーブを使って、こういうライン取りでこう抜けるとだいたい食らわないです。で次が地獄、ここはもうとにかく突っ込んでいく。まずこいつはクイックドローでひるませたかったけどクソエイムでしたね。いかに奥まで走っていけるか。噛まれます。ここはもう力技ですね。迷子になりやすいんで注意してくださいね。めちゃめちゃイライラするポイントですけど頑張りましょう。オッケーです。まあグリーンハーブでね大体治ります。でここも普通に抜けて、女ゾンビの前を通ってからのデブゾンビの後ろ側と、3匹目噛まれてもまあ防御アップがあるんで大丈夫。で次なんですけど、まあハーブいっぱいあるんでわざと食らう戦法を進めたいと思います。これ突っ込んでいくでね、毒攻撃食らうんですけど防御バフがあるんで毒は無効化されます。はい、あのゼロ攻撃自体ダメージ全然ないんでこれで簡単に抜けられます。まあ HP の残量はねこの杏仁豆腐のかけ具合を見てもらったらと思います。で一発も銃を撃ってないのでゾンビの位置必ずここになってます。こうなるとね後ろを抜けれますね。次ゾンビ大量エリアですね。普通に抜けていくことができるんですけど1秒でも遅れると噛まれます。2回ぐらい噛まれちゃいます。頑張って走ってくださいね。入ってこうやって、あ引っかかっちゃった、まあ、鉄筋にね引っかかっちゃいましたけどそれでも一噛みで済みましたね。でコーションになったらグリーンハーブで回復。はい、ここのリッカーさんはナイフで倒します。とりあえずひるませたいですね。はい、たでリッカーまで近づけたらナイフを装備してナイフを振る。ナイフでこうやってはめて倒せます。まあ、右下の防御バフが切れるまでにどれだけ進められるか、これが鍵です。ガンガン進みましょう。できたらこの縦マークがついた状態でこれの次のエリアも突破したいところです。ちょっと間に合わへんかな。ここですね、ここはコーナースーッと内側通って抜けていく。運が悪いと犬に噛まれます。運がいいと噛まれないです。次はクイックドローですね。またナイフ外しといてもらってクイックドローでこいつをひるませる。でこの辺で噛まれてもらってもいいかなと思います。今うまいこと抜けれましたけど噛まれて回復って感じでも全然 OK です。でここはまずこのおばちゃんはスルーして、あの上のリッカーねクイックドロー打ってひるませて抜けていく。もし攻撃食らったら潔く食らってハーブを食ってください。まあ、食らった手でいきましょう。絶対にね、カウンターでナイフは使ってほしくないです。ここのタイラントもちょっとダメージ前提で、ガーッと走っていって、ここでこう抜けると。運が悪いと投げられるんですけど、まあ、その場合は、ドンマイという感じで。
抜けていきます。ここもね2体待ち込みたいですね。ちょっと難しそうやったので、ここちょっと忙しいかもです。で弾リロードしましょう。でこいつひるませる、足打ってひるませるんが個人的にはおすすめです。頭よりも連続で当てやすいんで。でここは扉開けてタイラントをとりあえずギリギリまで待ちます。よし、じゃあ歩きましょう。でリロードします。ドア開けてきてくれましたね。じゃあこの柱から走ります。まず手前のゾンビひるませる。でクイックドローで2体抜けたらラッキーってな感じで、次がイビーなんですけど、イビーもねクイックドローで2体抜きです。ここで掴まれたらもう終わりですね。適当にこうやって2体巻き込む形で撃つと大体2体とものね弾が潰せると思います。ここで掴まれてナイフを使ってしまうようやと最後がクリアできないので、ここはお祈りしてください。ここ入場を待ちましょう。こんな感じで、ここはスルーですね。まあ、見てもらったら分かる通りハーブは結構余裕があるんで焦らずに行きましょう。ここも扉が開いた瞬間に撃ち抜いてもらいます。おっとやられてしまった。大変なことになってます。まあ、理想はひるませてここに突っ込んでいくでしたね。エリッカいるんで歩いていきます。はい、ひるませましょう。でここは大回り、大きく回って降りていく、歩きます。しっかり武器はリロードしておいてもらって、ハーブ吸っときましょうか。では最後ですね。最後がちょっとしんどいところです。頑張りましょう。とりあえずね、この G に掴まれないように左側から抜けていって、ここでナイフしっかり装備しておきます。もうイビーに掴まれましょう。この後イビーに掴まれたらゲームオーバーなんで、ぐいぐい走って突っ込んでいく。こんな感じです。ハーブ2本ぐらいで突破できれば嬉しいかなってとこですね。ここまで来たらもうクリアしたも同然。手前ひるませて、まあ、ここはね食らってもいいかな。2体とにかく突っ込みましょう。迷子にならないようにね、タイラントのいない方向に向かって走りましょう。ちょっと最後汚い終わり方になっちゃいましたけど、一応これでもハーブ余りましたんで大丈夫です。ということで杏仁豆腐編クリアです。お疲れ様でした。はい、というような感じでやり込みモードでもあるこの豆腐モードの攻略は終了となります。まあ、このザ・フォース・サバイバー、これさえクリアしていただけたらトロフィーはコンプリートできますんで、まあ、この5つに関してはちょっと難易度の高いミニゲームやと思って
挑戦してもらえたらなと思います。パート1から4まで長い動画でしたけど、皆さんご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では。